皆さんこんにちは、シンクと申します。最近やれてないんですけれども、デッドバイデイライトっていうゲームを私はちょっと前やってたんですね。で、Amazon とかでデッドバイデイライトの T シャツとか、まあ、そういうグッズは売ってるんですけども、つい最近ね、アベールさんでデッドバイデイライトのね、こちら T シャツ出たんですよ。ドクターとリンちゃんと、で、デッドバイデイライトって書いてる T シャツ、あ、デッドバイデイライトのロゴが書いてる T シャツだったかな、は出ててね、うわ、欲しいなーなんて思いながら確かね、一着1800円だったかな、なんかそんなんだったんですけどね。結構 T シャツ好きなんで、結構ね、ああいう柄というかね、まあ、今日も着てるんです。今回はですね、はい、イノスケの T シャツですね。はい、鬼滅の刃でございます。鬼滅の刃ね、結構ハマって、いろいろね、T シャツとか出るたびに買ってたんですけども、そう、で、デトバのね、T シャツめちゃめちゃ欲しいなーなんて思ったんですけど、1800円でね、って悩んでね、今ちょっとね、諦めてる状態なんですよ。まあ、なくなっても諦めてしまうか、ずっとね、売れ残ってて、ね、いつか安くなったタイミングで買えたらラッキーかななんて思いながら、ちょっと今悩んでますね。どっちにしてもね、今買いたいんですけど、買いたいものもちょっとあるので、来月あたりに出る新しいソフトとかね、買いたいものもあるんで、ちょっと我慢しとこうかなって。この間カービィ買ってもらったしね。何よりこの間カービィの T シャツ買ってもらったんで、ちょっと我慢しとこうかな、なんて思っております。はーい。はい、ってことで今回はですね、旦那の実家オフの続きをやろうかなと思ってたんですけれども、親戚のおじさんからたくさんゲームをいただきまして、まあ、その他にも、もともとは別で、ゲームをね、親戚のゲームをお借りしに行ってたんですけども、あ、そう、それこそ、はい、こちらですね、このピクミンの3デラックスを借りてる、まあ、いとこなんですけども、そちらから、Wii とかのソフトもね、今回借りに行った時に、これ返さなくていいよみたいな感じで、プレイステーション2のね、ソフトをたくさんいただきまして、もうプレイステーション2自体のハードがないからもういいよみたいな感じで。で、たくさんいただいたんですけども、それはね、旦那の実家オフ終わってから撮影しようかなって思ってたんですが、ちょっとね、思いのほか、編集のお供に私が今ちょっと最近使ってまして、で、ちょっとご紹介を先にこっちを回してしまおうかなっていう感じで、今回ご紹介の形に至りました。ってことで、はい、ということで、この中に入っているのはすべてではないかな、一部除いてプレイステーション2のソフトでございます。結構な量があるので、何回かに分けて撮影はするんですけれども、よければ興味のある方はぜひぜひ最後まで見てっていただければなと思います。ってことで、見やすい画角に行きましょう。はい、ってことで、先に通常のソフトから出していこうかな。どうしようかな。結構な量あるんですよね。見ます？はい、ということで、これぐらい入ってるんですよ。結構な量ありません？すごくないですか？これはこれで圧巻かなと思いましてね。面白いですよね。なので、まあ、こっから何本かずつ、まあ、こんな感じで何本かずつか出していきたいかなと思いますので、まあ、最後までお付き合いいただければなと思います。はい、ということで、元の場所に帰ってまいりました。じゃあね、とりあえず、通常のソフトから行きましょうかね。いや、通常のソフトやめましょう。通常じゃないソフトから行きましょう。最近お供にしてる子たちから行きましょうかね。はい、ってことで、一番初めに、はい、こちらってことで、南の帝王スロッターアップってことで、南の帝王、スロッターアップコア2。ゴーダ合ってる？南の帝王でございます。そう、何が最近お供になってるかと言いますと、パチスロゲーム、パチンコゲームのこちらのソフト、こっちでございます。最近ね、編集しながらずーっと横でオートプレイでね、いろんなやつを流してます。ってことで、じゃんじゃんいってみましょう。続いて、はい、こちら。実践パチスロ必勝法、アラジンということで、アラジンでございます。アラジン2、エボリューションの方ですね。はい、こちらもね。こちらはまだやってないかな。
これね、アラジンの、お、すごいシール入ってるよ。ミニパネルシールってことで、かわいい。え、アラジンのシールかわいいんだけど、これなんか貼りたいな。ハラスに置いとけよって話ですね。はがきまでついて完品でございます。ありがとうございます。いいね、このね、CD の絵もかわいいな。ではでは続いてこちら、スロットアップコア6かな、アップコア6、バックエンダー巨人の星。この勢いにかける。巨人の星は私実機打ったことないんですよね。外れてる。説明書も綺麗、ありがとうございます。巨人の星は私全然打ったことない。あったんだろうけど打ったことないんだよな、この辺は。そう、ちょっとね、私が打つ少し前のパチスロ機が多くて、打ったことの、実機で打ったことないのが多いんですよね。続いてこちら、実戦パチンコ、パチンコですね。必勝法 CR 北斗の剣ですが、これは新品でございます。はい、新品未開封なので、開けれません。多分全部入ってると思います。開けるのもったいないな。このフォークとちょっと見たことあるよ、私でもちょっとだけ。ちゃんと2パターンあるんですね。開けるのもったいないな。開けないでこのまま取っておこうかな。ではでは続いてこちら、はい、パチスロ必勝法北斗の剣。どっちが信頼なんだろう。こっちの方が信頼なのかな、わかんないや。あ、てかこっちパチスロだ。なんだ、パチンコかと思ってた。パチスロですね、失礼いたしました。北斗の剣は多分ね、配信できないんだろうなと思って。お、シールついてるよ、こっちも。実践パチスロコントローラーミニ用シールということで。あ、かわいいな、これ。いいね。この絵はよく見かけるやつ。北斗の剣は、私相性悪くてね、実践で何回か打ったことあるんですけどね、勝てないんですよね。勝てないんですよ、マジで。北斗の剣でございます。続いて、はい、こちら。パチスロ必勝法サラリーマン金太郎ってことで、金太郎でございます。金太郎も打ったことないな。1回2回ぐらい見かけたことがあるけど、打とうとしなかったんだよな。結構ね、人気で、で皆さん打たれてることが多かったんで、埋まってることの方が多いイメージなんですよね。くるくるしたいけど、あとめちゃめちゃ綺麗なんですよ。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。でサラリーマン金太郎でございます。今回そうですね、今、2、4、6本ご紹介したので、まあ10本、15本とかかな、で終わろうかな、どうしようかな、まあ適当にいきましょう。さて続いてこちら、パチスロ完全攻略鬼浜爆走グレンタイっていうのこれ知らないんですよ、鬼浜。見たことないんだよな。これどこの、あれなんだ？これどこなんだろう？これか、サクセス。サクセスってどこだっけ？お、お、入ってますね。サクセスってどこの台だっけ？何の台あったんだろう？多分ね、音聞いたら、ああ、この音かって。私さ、働いてたけど、どれがどこのメーカーだったっけみたいな結構覚えてなくて、割とね、エラー音、セレクターだとか、コッパーのエラーとか、あれで、あ、ここの機種とここの機種一緒なんだとかっていうのよく覚えてて、これどこのメーカーだとかなので、エラー音で、あ、大体これここかみたいな。そう、エラー音が発生するたびに、エラーを直すやり方って違うんですよ。ドアの裏のところに、まあまあ、これで言うならね、ドアの開けたところのこの裏側にボタンがあったりとか、メダルのこの鍵のところをひねったらエラーが解除されるとか、いろいろあって、それでね、よく判断してました。ちゃんとやんないといけないんですよ、本当はね。本当は覚えないといけないですよ。忘れちゃうんですよ。続いて、こちら。山陽パチンコパラダイス。新海おかわり9。合ってる、間違えたね。山陽パチンコパラダイス9。新海おかわりっていうことで、マリンちゃんでございますね。かわいい。
あ、この海物語見たことある、ちょっと見たことあるよ。古いパチンコ屋さんにあったイメージもう一個なんかある、何これ、これ知らない、パチプロ2、へえ。なんか入ってる、よいせよいしょ、あな、おーおーおえ、面白そう、あ、こんな感じなんだ、なるほどなるほど、なんかストーリー系なものも入ってんのかな、もしかしてこれはちょっとだけ振ってみたいかもしれない。ということで完全再現、完全、収録ボリュームアップ、面白そうですね。ただ海は飽きるんだよね、だから海ずっと売ってられないんだよ私海は売ってられんのよ。さて続いてこちら、これこの間打ちましたね、ヤマサデジワールド2 LCDエディションデラックスでやってるかな。中身が、はい、こちら、タイムクロス A、キュロゴス、トリガーゾーンということで、こちらの、タイムクロスを、この間ね、編集中に一緒にお供にさせていただきましたね。かわいいの、これ。この絵が。こいつね。こいつかわいいの。これ、どんな子だろう。どんな子の絵なんだろうな。わかんないけど。この子めっちゃかわいくないですか、絵が。絵がかわいいと思って見てました。これもハガキはついております。すわ、曲がっちゃってるわ、ごめんなさい。よし、次、続いてこちら、パチスロ必勝法俺の空ということで、俺の空知らないんだよな。巨大画面、液晶ドーナツビジョンということで、これは結構あれか、このビジョンになってからのスロットダイヤの割と新しめのやつなんですね。サミーなんだ、へえ、そうなんや、よいしょ。これはあれなのかな、もともとアニメとか何かあった系なのかな、絵がね、なんだっけ、明日のジョーとか、あっち系のタッチな雰囲気知らないな私この台も。打ってみたいですね。多分ね、YouTube では打てないんだろうな。映像的チェッカーが引っかかりそう。はい、ってことで今回はね、こちらの10本ご紹介させていただきました。10本ずついきましょうちょっとね、尺が長くなっちゃうんでね、10本ずついきましょうってことで、今回はこの10本でございました。懐かしいとか、打ったことあるよっていうね、題ありましたでしょうか。私はね、ないんですよね、実は。あったとしたら、見たことあるのはこの辺かな、海かな。で、アラジンはね、37タウン、サミータウンってやつですかね。パソコン版のパチスロのあれがあるんですけど、ゲームのオンラインがあるんですけど、あれで打ったことあります。ちょっとだけ。ぐらいかな。あとはそんなに打ったことないんですよね。で、この間ね、ここのね、タイムクロスを少し打たせていただいたって感じでございます。この辺もね、どん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 いけそうなものをね、編集しながら YouTube で一緒に、ね、雑談枠みたいな感じでやっていこうと思うんで、興味のある方はぜひぜひ見に来ていただければなと思います。こちらの動画良かったなと思いましたら、チャンネル登録並び高評価もよろしくお願いいたします。ではではまた次回、またね、バイバイ。